5年ぶりかな、去年以来の泊まりありで、山梨県に向かった後、長野県かな、長野県の蓼科温泉というところに行こうかと思っております。もうね、寒いうちというか暖かくなる前にどうしてもね温泉は行きたかったんですよ。今年はね、まあいろいろあって草津とか万座とか温泉地全然行けなかったんで、まあちょっとね暖かくなる前に一度は温泉に行っとこうかなと思いまして、まあ山梨県の近くにある長野県の温泉地に向かうことにしました。で、本日は山梨県に全泊するような形で、今向かってますけれども、久しぶりの車中泊なんですよね。眠れるかな朝まで。今ね午前4時ぐらいですね。じゃあとりあえず山梨県へ向かいます。山中湖来ましたよ。久々、何ヶ月ぶりだ。ただいま山梨県。もうちょいで、道の駅富士吉田さんですね、着きます。嬉しいよ。道の駅富士吉田着きました。いや、少し来ない間にだいぶ変わってますね。一番変わったのはこのね、車の止め方が変わってます。向きが完全に全部変わってます。驚き。今朝の6時ぐらいなんですけどね、できたらここで仮眠を少し取ってお昼ぐらいから動き出したいなという感じなんですけども、まず寝れないでしょうね。まず寝れないとは思いますけれども、おやすみなさい。おはようございます。なんともうお昼の12時でございます。5時間ぐらいぐっすりとね、久しぶりの車中泊で寝てしまいました。では今からお昼ご飯食べに行きましょう。よかった眠れて。寝れたってでかいですね。もう何ヶ月ぶりなんだろう、車中泊でまともに寝れたのって。気分が全然違いますよ。この後は富士吉田うどんですね、久しぶりに食いますわ。何店舗か回ってみて、その中で空いてるお店、入れそうなお店で食べます。楽しみですわ、本当に久しぶりで。大人気店に来ました。並んでます。さあ来ました、いただきます。ごちそうさまでした。うまかった富士吉田うどん、ほんと好き。で、初めて行った免許改伝さんというお店なんですけれどもね、いつもすごい混んでて、平日に行っても混んでて入れないぐらい混んでるんですよね。で、今回たまたま行けて入ってみたんですけど、美味しかった。また行きたいと思います。ただ混み具合ですね、お店に入れるかどうか分かんないんでそれ次第ですね。ではこの後はスーパーに行って少し買い出しをして、あとは河口湖近辺を軽く観光しましょうかね。はい、はい、行きつけのマックスバリューさんですね。懐かしさすら感じますね。買い物が終わって、河口湖畔をドライブしております。酒買いすぎたな、ちょっとな。まだね、もう少し、今2時ぐらいなんですけど、3、4時ぐらいはね、ゆっくりとこう河口湖近辺で観光したいんで、久しぶりなんで、大
石公園に、富士山が見える大石公園に行って富士山見ます。着きました。相変わらずね、富士山綺麗ですね。いやー、壮大なスケールだわー。富士山はね、見えなかったですけれども、綺麗な桜がちょうど満開で可愛いですね。まだ寝不足なんで、この大石公園で少しゆっくりしようかな、仮眠取ろうかななんて思ったりしております。なんて贅沢な時間でしょう。あー、寝ちゃいました。気持ちよかった。すごい気持ちよかった。本当声も枯れちゃいましたよ。ではですね、もう結構夕方もね、夕方になりましたんで、宿を探しに行きます。宿を探しに、甲府ですね、甲府の方向かいます。はい、快適の一言に尽きますわ。晩飯までまだ時間があるんで、ご飯来ました。このレモンサワーと柚子塩ラーメンが無料ですね。たこ焼き